アメリカ議会で F-35A 戦闘機エンジン採用問題がついに終止符が打たれ、F-135EEP エンジンの採用が決定との情報をキャッチしたよ。エンジンでも8割で使用していくことで耐久性が伸びていくんだよな。これはどんな機械でも同じで、F-35 戦闘機のエンジンともなるとかなり高性能なエンジンだと理解できるぜ。今回は、F-35 戦闘機ブロック4へのエンジン採用問題がついに決着を迎えた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのロッキード・マーチン社の主導で開発が行われ、日本を含む西側諸国、その中でも本国アメリカの同盟国や友好国が唯一取得することが可能な、いわゆる第5世代戦闘機となっていた F-35 ライトニング2の機関部をめぐる問題にようやく結論が出たよ。これは F-35 ライトニング2の今後の機関部をどのような形式で供給するのかという問題ではありつつも、本国であるアメリカのみに適用するために議論されていた問題であり、日本を含む他の同期の導入国は行方を見守っていたものだね。2024年3月19日にアメリカ議会はこれまで懸案となっていた、この F-35 ライトニング2の機関部について今後どのような対応を行うのかについて、現行のプラットホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP を最終的に選んだんだ。F-35 ライトニング2派最新型のブロック4へとアップデートを行い、その能力を飛躍的に向上させるにあたって、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンでは大幅に増加する発電量と、それを可能とする冷却の面への対処が不可欠と指摘されていたな。この点への対策として、F-35 ライトニング2の機関部には現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP と、アメリカ空軍が次期戦闘機 NGAD 用に開発を進めているプラット&ホイットニー社もしくは、ゼネラルエレクトリック社の AETP エンジンのいずれかを選択する必要に迫られた状況にあったぜ。今回のアメリカの下院次議会の判断によって、この問題は現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP を採用する方向を決めたこととなり、長らく続いたこの問題にひとまずの区切りがついたってわけだ。この顛末は現行の F-35 ライトニング2の機関部の今後、次期戦闘機 NGAD 用の技術を用いた AETP エンジンではなく、既存の改良版である F-135EEP を採用することで、堅実な安全策を採用した結果とも取れ、一部に安堵の声も漏れ聞こえているね。しかし視点をアメリカ空軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスを中心に考えれば、その前段階としての未積の蓄積には繋がらなかったとも思え、なかなかに難しい決断であったであろうことは想像に難くないよ。アメリカ空軍における次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、現時点では投入時期の詳細は不明ながら2040年代のいずれかに実戦配備が割れると目されており、搭載予定の AETP エンジンはその重要な構成要素の一つとなっているみたい。それは次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスが、現行の F-35 ライトニング2を含む戦闘機よりも、はるかに強大な航続距離を必要とし、広大なアジア太平洋地域で中国軍と対峙するための必須要件とされているためでもあるんだ。従来のアメリカ軍の戦闘機が空中給油機を使用しながらカバーする作戦行動範囲を、次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスではできうる限り単体で活動可能な領域とすることが求められている状態だな。圧倒的な航空戦力の投射によって、これまでも敵国に対して制空権や航空優勢を握り続けており、軍事作戦の前提にその能力を保持することを必須としているアメリカ軍にとって、次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにはより強くその能力が求められているぜ。これは今やアメリカにとって最大の仮想敵国である中国が、空母キラーとも評される中距離ミサイル戦力を充実させており、これまでのようにアメリカの空母機動部隊が容易に中国の沿岸部に接近することが困難になっていることへの対応策でもあるわけだ。
そうした状況を考慮した場合、日本としてもアメリカ軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスが、広大な行動半径を獲得することは望ましい展開だと感じられるけど、F-35 ライトニング2についてはそれはお預けとなったと言って良いのかもしれないね。またアメリカ空軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにおいては、そのコンセプトは従来の F-35 ライトニング2を含む戦闘機らのように、アップデートで性能を高め、運用年数を稼ぐ形にはならないとも言われているよ。これまでのようにベースの機体に様々なアップデートを施すことで戦闘能力を向上させるという手法そのものを、アメリカ軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは追求しないと目されているんだ。これはそうしたあり方は年数を経過するごとに戦闘機の維持にかかる経費が増加することが避けられず、であれば従来よりももっと短いサイクル、一説には8年単位で全くの新型機への代替を行うことで性能とコストの両立を脇とするというコンセプトだな。果たして今の時代にこうした戦闘機に対する発想の転換が有効に作用するのか否かはなんとも判断がつきづらいと個人的には感じられてしまうのだが、少なくとも今後は40年も50年もベースの機体をアップデートする行為は非効率だとアメリカ軍は考えているようだぜ。さて F-35 ライトニング2の機関部の件に話を戻せば、同機については企画設計元のロッキード・マーチン社をはじめ、運用を担当するアメリカ軍、機関部を製造納入するラッド&ホイットニー社、文民統制の元予算を決める議会の思惑が入り乱れた格好だったね。F-35 ライトニング2の企画設計元のロッキード・マーチン社は、機関部が現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP であれ、プラットホイットニー社及びゼネラルエレクトリック社が新たに開発した AETP エンジンであれ、対応は可能という見解を示していたんだ。ついで現行の F-135 エンジンを F-35 ライトニング2に対して1社で独占供給を行っているプラット&ホイットニー社は、その地位を守るために同エンジンの改良版である F-135EEP の採用を強く希望しており、その継続を最大の目標に掲げていたよ。これとは逆にゼネラルエレクトリック社は、新たに開発した AETP エンジンを今後の F-35 ライトニング2への採用を勝ち取ることによって、プラット&ホイットニー社による1社独占体制の牙城を崩し、シェアを確保することを目的としていたみたい。しかし実際に F-35 ライトニング2を保有運用するアメリカ軍としては、現在のようにプラット&ホイットニー社1社が同機のエンジンを独占供給することは競争の観点から問題があると考える勢力も多く、プラット&ホイットニー社及びゼネラルエレクトリック社の2社体制による AETP エンジンの採用を推していたとも思えるな。最終的に予算の確定を行うアメリカ議会は、費用対効果に優れ、現実的に供給や運用に支障の出ない形でのエンジン選定を行う義務があり、その意味で今回は現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP の採用が行われたと考えるべきなんだと思われるぜ。しかしこれまでにはアメリカ議会は同国空軍と同様に、公正な競争の観点からプラット&ホイットニー社及びゼネラルエレクトリック社の、二社体制を押す勢力が体制を占めていると伝えられてきた経緯もあり、今回の顛末は少し意外な気もしないでもないな。ただしアメリカ空軍の次期戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、プラット&ホイットニー社及びゼネラルエレクトリック社に加え、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社の5社が試作の開発先に選定されているみたい。F-35 ライトニング2の開発を推進している JPO ジョントプログラムオフィスは、これまでアメリカ議会の公聴会において、同機が必要とする冷却能力はかなり早期にプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンで可能なそれを超えていたと認めていたよ。冒頭でも述べた通り、日本を含む西側諸国の多くが唯一調達可能ないわゆる第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング2は高い評価を獲得、セールス実績も記録してきたが、その機体がかなり早期に問題を抱えていたことは不安を抱かせるには十分な事態だったからな。
今後は現行のプラット&ホイット2社製の F-135 エンジンの改良版である F-135EEP とすることが正式に決まったことを受けて、日本をはじめとする採用国に不安を与えないアップデートが行われることを切に希望してやまないよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。